コーナーチャンネルをご覧の皆様、はじめまして、ジャンマリドット TV スタランです。同じくジャンマリドット TV の七瀬静香です。皆様おはようございます。おはようございます。珍しいタッグじゃないですか。いや本当に、ね、久しぶりにしずちゃんの隣に並んでめちゃくちゃ緊張しております。2人とも黒髪です。黒髪ロングです。見分け方としては、まあ、私は前髪がありません。でランコロは前髪がありますと、できましたというところぐらいで見分けてもらえたらいいかなと。いやいやもう出来が違うんでやめてください。いやいやそんなことないよ。嬉しい、どうしよう。嬉しい嬉しい。ただね、あのちょっと引きの部分では結構心配な、あとちょっと変態チックなところもあるっていうところがまたいいんですけども、まあ、そのランちゃんと今日はしずちゃんに対してはね、うん、しずちゃんだけちょっとどうしてもあの注目ポイントがあるから、あるんだよね、隠さないでやっぱりすぐ見てくるからね。まあ、この2人でね、はい、今日はやっていくということで、キコーナチャンネルさんでですね、私たちのこの今日やる特別番組にはなるんですけども、はい、その名もリアル京都プロジェクト、はい、イエーイ。でこの番組はですね、現在キコーナさんが行っていますコロナ京都プロジェクトというのがありまして、まあ、私たちも一緒に協力していこうという風な番組になっています。で私たちは今回何を協力すればよろしいでしょうか。上手にカンペが読めましたね。私たちが、まあ、タイトルにあるように、はい、私たちは共通して、実践のサマイスをプラスに持っていくっていう感じです。でそして勝った分なんですが、近隣店舗さん、いっぱいご飯屋さんとかね、うん、いろいろあるんで、まあ、PR をしていこうという内容になっております。なるほど、うん、買った分を食べに行こうぜっていう、そう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 貢献しようっていうね、で盛り上げていこうっていう感じになります。ということで、まあ、今回やってきたのがキコーナ川西釧路店さんということで、もうすでにですね台は押さえています。行きましょうか。私が打ちたいなと思ってるのは D イニシャル。 D イニシャルどうです。私がまあ希望しましてイニシャル D を打ちたいとついていきました。それでは初打ちになるんですけど、まあ、あの私がこんなポンコツではあるんですけども、ある程度は知ってるということなので、一緒にこう教えながらね、大体先生に教えてもらいつつ、イニシャル D 出るんですよ。あのでもマジ出るんですよ。なんかね、うん、めっちゃ押してましたよね。そうすごい力説してもろた。3回打って3回ともプラスなんですよ私。あ結構夢ある台っていう6号機の中でも、これはちょっと期待できますね。それはランコロにもう知ってもらいつつ、見てる皆さんにもまあ楽しんでもらいたいなというふうに思っております。それでは、はいはいね、はい、ああ急にあれか、さっきまでワイワイやってたけど急にカメラ君を正して リアル感が、リアル京都ですもんね。そうそうだね、楽しむということを前提に、まあ、勝つっていう大きな目標を頑張ります。私たち一生懸命頑張るので、あのまあ出玉作ろう、PR するために出玉作りましょうということで、今回はこの2人でリアル京都プロジェクトを成功させれるように頑張っていきたいと思います。それでは実践行ってきます。行ってきます。結局やる。京都プロジェクト成功に向けてイニシャル D で2人で頑張っていきたいと思います。はい、それではいきますか。初打ち。さあ私はこの台に今すごくハマっているんですけども、まず通常時なんですが、はい、ボーナスからの AT、 もしくはチャンスゾーンからの AT、 そしてレイアップからの直撃、うんうん、そこがまあ基本ルートとなります。で今この朝一もやがついてますけど、このピンクのもやがついてる時が降格しさとなっています。なんか引いたよ。引きましたね。降格中にボーナスやら引くと AT 期待度が上がります。ちょっと狙う図柄すらわからない、どうしよう。赤7を狙ってください。赤7、はい、失礼しました。で右も赤7です。追加追加。この台の一
一番の推しポイントといえばリアルボーナスが6号機でも楽しめるというところ、プラス AT に突入するとボーナス確率が通常時より上がると。あ、AT 中はボーナスに当たりやすい。そうなんですよ、嬉しい。だからまあそこを体感することができたらこの台はしっかり出玉を作ることができると、とりあえずじゃあ AT 入れてみたいなっていう。そうだね、AT 入れるためには、ボーナスかチャンスゾーンですね。さっきの追加はダメだったのだな。あ、スイカとか、スイカチェリーに強弱はありません。強弱、スイカチェリーに強弱はないから。あ、なし？ないです。お、リプレイでなんか抽選リプレイで当たりもありますよ。お、リプレイを連続で引けば引くほど熱いですから。なるほど。おおお、あ、出ました。出た、 D、 D を狙え。これが揃えばボーナス。ボーナス？いや、揃えるぞ。揃え。ああ、ただ揃わなかったんですけど、これがドリフト目って。ドリフト目。チャンスオンに行く、もしくはチャンスオン広角に行きます。なるほど、ここからもう一踏ん張りですね。そうです。ここからが大事。ネクスト。あ、なんか上がっていってるのかな？で決まっちゃった。この豆腐屋がチャンソンの前兆ステージですね。さあ、D を狙い。来た。これがボーナス。揃え。あ、一緒だね。揃わずですが、これがドリフト目ということで。お、なんかこれね、ネクストって一回連続せずに一回とかで発展した方が熱いです。忙しそうで何が起きてるかわからないけれども。あ、青い、青いからどうかな。で、今これドリフト目揃ったとに、まあ、チャンスオン広角に行くとこのドリフトベルというのが揃いやすくなります。下段とか中段とかに。それでもチャンスオンの抽選を行っています。どうなんだ。いく？いく？ダメ？失敗？ダメでした。ダメ。おお、チェリーね、チェリー。チャンスゾーンのところでチェリーを引きました。見てくれるか。面白い。本当にね、ランコロって本当にアイドルなんですよ。癒し？癒し姫。お、発展？発展か？なつきちゃんが何を選んでくれる？おー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 、もう一回。お、チェリー。レジェンドチャレンジに突入します。チャンスゾーンですね、これが。お、チャンスゾーンですか。初めてのチャンスゾーン。やってきました。チャンスも結構種類がいっぱいあるから、いいのが選ばれると結構得点付きの AT でも得点付きのチャンスもあったりとかするんで、いいやつに行くことも、うん、チェリー。赤いやつがいいのかな。レインボーもあったぞ。いいのが選ばれるんだ。いいやつ。いいやつではないかな。これが一番下のチャンスゾーンです。ステップアップ方式の、よくあるステップアップ方式。当てればいいんですからね。当てればいいです。別にどのチャンスゾーンでも成功すれば問題ない。チャンスゾーン中は何をしたら、とりあえずレア役を引いたりとかでももちろんそうなんだけど、この今リールがあるじゃん。そこに、緑だったかな、車がポンポンポンって止まると色が昇格していって、青とか緑とか、ね、そうそうそう、それすら上げていこうっていう15ゲーム間で頑張って。先生ありがとうございます。ラスト10、まだ白白、青、青、青、無視。よしよし、とりあえずね、青じゃちょっと不安だぞ。よし、緑、もう一丁、もう一声。
ルが白いぞ。やれるのか。そうだ、頑張れ。いけ。そんな甘くないですね。まあ、でもちょっとずつ分かってきました。分かってきた。イニディですよね。イニディ。そう、イニディ。今日のこ の, あのリアル京都プロジェクト、私たちが選ばれて、 もし私たちが上手に出玉も作って PR もしっかりして、で皆さんの反応の良かったら続くかもしれないっていう、この希望。今日そんな大事な一戦、そんな話はないよ。そんな話は一つもないですけど、あ、ただ可能性はない。なるほど、ね、あるでしょ。今日確かに頑張れたら、これからももしかしたらやっていけるかもしれない。だから頑張らないといけないわけなんだけども、なんだけども、いかんせん私たちすごくすごく出玉を作るのが下手だから、まあ1人だったらパワーが出ずに負けちゃうこともあるかもしれないけど、2人になると力がさ、マイナスとマイナスがプラスになって、いいこと言うでしょ、作れると思うんで、とりあえず皆様最後まで温かく見守ってくださいね。頑張りますから。今日はね、力を合わせて2人で3枚プラスになればいいんですもんね。そうそうそう、2人ですから。1人の力じゃない、2人で頑張ればなんとかなる。私が3000枚だけでもしずちゃんが4000枚出しゃいい話ですよね。そうですね、頑張ります。2人基本が頑張るよ。カットインが入った。フィリッリアルボーナスなので、もし当たってたらもうこの時点で揃えることができる。お、赤い。これはボーナスに2回が持てる。先生、赤い。赤いよ。赤いですね。いじめとかは出ないけど、イエーイ、出ました。チェリーからです。投資6本。私たち初の当たりが、初当たりです。早かった。頑張れよ。192ゲーム。ボーナス6本。チェリーからボーナスです。ボーナス2種類あるんでしたっけ？ん？2種類ボーナスがある。そう、2種類ボーナスがあって、同色と1色があるんですが、同色の方がいいんですが、ここは1色ボーナスということで。決まったぜ。またぜ。さあ、揃いました。ビッグボーナス。じゃあここで今ビッグボーナスの画面が出てるんですが、この背景が今青なんですけども、これが AT 機体度の示唆をしてます。青が一番低くて、まあ、赤とかになる方がチャンスになります。それでは消化していきます。ボーナス中は、まあ、鍋に従って、このフイーンって出るときに、まあ、普通にウェパー狙って、この今ランプが3つつくとヒートアップモードだけど、ヒートアップってなってリーズガーラが揃いやすくなってます。でリーズガーラが揃うと AT です。あ、来ましたね。これでヒートアップ、カットインが出て揃えば AT、レジェンドラスに突入することができます。いいベルを引いたということだ。おお、チャンス。今はガソリンスタートのステージだから、あ、中断中断。チャンスゾーンに発展だっけ。おどこに、あ、いつものところだ。これ以外にも行くのかな。お、なんか違うの来たぞ、来たぞ。お、さっきとは違うところですが、どうでしょう。落ちます。当たったよ。185ゲーム投資。
ですか？これはチャンスゾーン。あ、チャンスゾーン、チャンスゾーン。まだだった。ここからもう一回だね、もう一回。あ、これか。さっきもやったやつじゃないか。うわ、いいやつ。良さそうだ。これ期待度高い。これは外せないぞ。外せないぞよ。急に緊張してきた。どうしよう。意味がない。あ、まだまだここからね。この後にバトルで勝たないと意味がない。とりあえ
頑張ってください。ちょっと汗かいた、汗かいて、よし行ってきます。勝つぞ、私は絶対に勝つんだ。なんか白いけどいいの、これがなかなか引けんのよ。やれる、こういうのはあの気合いだから、こういうのはいけー。なんだなんだ、いいぞいいぞ、いったんじゃない。なんか青かったけど、やれるよな、いけるよな、お願い、いけ。じゃない？ある？まだいいみたい。ダメだ。さあ、こうちょっと頑張るとこさ、トリプト目を引かないとフェムトラに行けないのよ。悔しい。頑張って。まあ、とりあえずアキナさんは20ゲーム間でボーナスを引いたりとかして、ゲーム数を伸ばしつつボーナスを引いて出玉を伸ばすっていう感じ。なるほど。いや、興奮したな。あれ暑いですからね。いいもん見れた。よし、じゃあ私の方は、チャンスをですね、先ほどは失敗してしまったので今回はちょっとだけでいいんで、いいステージが欲しい、いいチャンスが。あ、2個目、下から2番目のですね、 CR イニシャル D ということでパチンコ仕様になってます。もうシンプルです。ステージは図柄が揃えば当たりでございます。保留もね、変化あったりとかチャンスアップがあったりとかもあるんで、とりあえず A 役を引きましょう。あ、ラスト1ゲーム、結局ボーナスはあの1ゲーム目に引いたやつだけでしたけれども、このバトルで継続を修正してると。あれ、なんか強そうなの来ちゃった。取り引きたいのに、あなたお強そうですが、負けるわけにはいかねえぞ。あれ弱い、薬物が、薬物が落ちてきたらよかったんですが、ダブルリーチからのメッシュ、よしよしお願い。下手だな、チャンスソン下手だな。とりあえず最後のクライマックスバトルに行くまでは、ここのさ、これレア役で残りの勝負バトルの時にあの抽選が受けれるんだけど、ここをゲットする今消化中なの。あ、1個じゃダメなのね、いっぱいある方がいい。そうそう、16ゲーム間もこれをゲットするチャンスってなってる。なるほど。ただこれ中にボーナス引いたらもうクリアになるから次のセットに行ける。ボーナスでもいいの？ボーナスでもいい。いろんなチャンスが転がってる。で残り6ゲームでラストバトルに行ける。どう？さあ、これで最後クライマックスバトルに残り6ゲーム行くんだけど、まあ、この高橋さん一番強い人なのね。高橋さん大体期待度が 40% ぐらいなんだけど、チャンス目を、これチャンス目チェリー追加でチャンス目を引けば無条件に次のセットに行ける。あ、そういうこと。そう、じゃあこれが全部ついてたらどれ引いてもよかったよってこと。そう、全部ついてたらね。でチャンス目で、あとボーナスでも無条件で、一応ベルでも抽選してるから、チャンス目引けなくても頑張ってベルを引けば勝利に輝いてくれる。なんかすごい毎ゲームやる気が出る ね。頑張って。よし、まだ負けないぞ。頑張れ。やれるぞやれるぞ。頑張れ。どうだ、頑張れ、いけ。どうだ。あら先生、これは負けましたか。負けました。ここ触ってみて、黄色、これでまあ設定の下を行ってます。
黄色は別に、あ、もう大した大したことね。初めての A 定は190枚、ちょっとしょっぱい感じで終了となってしまいました。シンプルに A プラス ART を思い浮かべれば打ちやすいかなと思う。今までの6号機とやっぱちょっと違うから、そんな難しくない。なんかどこでも当たる期待があって、そう、やる気が出る。夢中戦区間がないから。うん、あ、待って、激アツ。あ、何激アツ、何起きですか先生。リプレイからですね。これはありました。リプレイから、あ、当たった。追加投資してます。139ゲーム、2色ボーナスでございます。結構サクサク当たる。次は AP ですね。頑張ります。今回も青です。暑い、めっちゃ暑い。一応このヒートアップじゃない時にカットインが出たら激アツなんですけど、だいたい匠なんですよ。匠じゃなくてお父さん出てきたからね。暑い。揃えば AT です。レジェンドラッシュ入れる、入れました。追加のヒートアップから来ましたね。あ、あ、なんか違うのか、なんかびっくりした、いつもと違う。あ、しかもさ、そういえばこの後トロフィー出るんだよね。イエーイ。レジェンドラッシュに入るはトロフィーで、どうする。いい、いい、なかなか見れないのがね、出たりとかあるよ。さあ、これで最後、この後にトロフィーが出てくる。何色かな。はい、あ、あれだ、あー、シルバー。シルバーは、あ、ランコロさん、あー、出た出た。シルバーは何。シルバーはあんまりいいやつじゃない。シルバーは3以上だよ。3以上か。でも3以上だよ。1、2否定されたわけでしょ。あ、でも確かに、あ、もうこれは勝ちです。もう勝ちです、そんなの。3あれば十分ですよね。もうあればやれますよ、本当に。ありがとうございます。バッチリだもん。で、今からレジェンドラッシュやりますから。あれ入ったの。入りました。あの、D 図柄が揃ったので。あれ、出し方をじゃあ見せても、ちょっと、あの、最近不甲斐ない結果で終わってしまったので勉強させていただきます。任せてください。じゃあ、それでは行きたいと思います。実はこれスタート画面も、あの、 AT レベルっていうのがありまして、 1,2,3 の特殊っていうのがあるんですけど、一番低い1です。これないまま後半戦に行きます。レジェンドバトル、だいたい一番強い黄色の高橋さんが出てくる。はい、強い人だ。 AT レベルが変わってくると違う人が出てきたりするんですけど、ボーナス低くかない。そこからクライマックスに行きます。6ゲーム間キャペか。あとで返してくれます。もうバトル強い人だ。頑張ります。チャンス、このチャンスは赤の方がいいです。いいです。いけ、お、カットインが、だけど、いけまあ難しいですよね。あの人強いね。なんかわかんないけどクロスになってた腕が。何が起きたの先生。何で、とりあえず、あの、戻った、当たった、復活しました、やりました。次は誰だ。これ本当に、あの、ゲームの時と一緒ですよね。ちょっと勘弁してください。絶対 AT レベル1。
お願いします。さあ、レジェンドバトルクライマー、ちょっとゲーム数がずれてるからチャンスかもしれない。これは
設定したのやつを出してくれて、それでね確認もできたりするんで、もうね多分あの一回パーン出ちゃったからね今朝出てこないんです。決まったぜ。はい、追加投資なし、持ちメダルで当たりました。ゲーム数が173ゲームです。せーの、いただきます。